3ルーブル紙幣の表面5ルーブル金貨の表面。ロシアルーブルはロシアの通貨単位である。ロシア語での発音に沿ってルーブリと表記する場合もある。国際通貨コードはロシアルーブル。ルーブルの通貨記号は2013年12月11日にロシア中央銀行により制定が発表された。補助通貨はカペーカで1ルーブルは100カペイカである。ルーブルの通貨単位は ロシア帝国から旧ソビエト連邦でも使用された。ロシア領はアメリカを開発している時の1800年に金本位制を採用した。1935年にフランスフランとリンクした。カワセレートが貿易用と貿易外で別に設定された。11月、ルーブルの単位あたり金含有量は0 1 7 6 8 5ムとされ、 相場が一ルーブル当たり三フランスフランと決められた。しかし、翌九百三十六年十月にフランスフランが切り下げられたので、一ルーブル当たり四点二五フランスフランに相場が変更され、ルーブルの単位当たり金外有量も零点一七五九五グラムに改定された。フランスフランはどうしても安定しないので、九百三十七年以降は US ドルにリンクした。 1>, 1ドルあたり5.3ルーブルと定められ、またルーブルの単位あたり金額有料は0.16767グラムに引き下げられた。ソ連は1947年12月20分の1のデノミネーションを行った。西ドイツと違って、預金や国債等は優遇された。受益者の実質所得は上昇した。1950年3月1日に、 経済相互援助会議参加国域内でルーブルリンクができた。ここでルーブルの価値は金0 2 2 2 1 6 8ムと決められ参加国通貨との交換レートは各通貨の金準分によった。ルーブルの対西側レートはドルの金準分によって1ルーブルイコール0.25ドルとなった。1ドルイコール5.3ルーブルであった相場が1ドル イコール4ルーブルとなったのである。1961年にも10分の1でのみを行った。これは1947年の時のような例外措置がなかった。ルーブルあたりの金外有量は0 9 8七4 1 2グラムとなり、相場が1ドルイコール0.9ルーブルとなった。 この時に発行された紙幣の種類は100.5025.105.31ソレンルーブル紙幣の7種類だった。しかし、100ルーブルと50ルーブルは、市中ではあまり流通していなかった。1971年のニクソンショックで、ルーブルは、US ドルと金リンクしなくなった。VTB が変動がわせ相場制に対応した。ソ連末期のペレストロイカに伴うインフレーションにより、 ソビエト連邦の崩壊直前の1991年には1000500200.10050ルーブル紙幣が新しく発行されるとともに10.51ソ連ルーブル紙幣が改札された。この改札は色が増える等の偽造防止策が追加された程度で大きなデザインの変更はなかった。なお、ソ連時代の紙幣の肖像側10ルーブル以上にはレーニンが描かれており、 5ルーブル以下には、肖像画はなかった。また、1961年シリーズの紙幣の裏側にはロシア語で大きく、ルーブルと記されてある下に、ロシア以外のソ連構成共和国14カ国の言語でも、ルーブルと記されているのが特徴であったが、1991年シリーズでは、初期発行文を除き省略された。この各国語の表記は、通過単位のルーブルまで、 各国語に翻訳されており、ウクライナ語ではカルボーバネツイ、ウズベク語ではスムなどと表記されていた。ソ連時代は効果は非常に種類が多く、記念効果を除いても1ルーブル50.2015.105.32.1カペーカの合計9種類が発行されていた。1カペーカ効果は非常に小さく直径15ミリメートルしかなかった。 1991年12月のソ連崩壊後もしばらくの間はソ連ルーブルが使用されていたが1992年にロシア中央銀行最初の紙幣として5000ロシアルーブル紙幣が発行同年には後に1万ロシアルーブル紙幣も発行された1993年には5万ロシアルーブル紙幣が新しく発行されるとともに1万点後000 ロシアルーブル紙幣が改札千点五零零二百点一零零ルーブルはそれまでソ連ルーブル紙幣が流通していたがロシアルーブル紙幣に改札された。なお、この時の改札は一万点五零零0ロシアルーブル紙幣については従来の紙幣の色を少し変え千点五零零ロシアルーブル紙幣は従来のソ連ルーブル紙幣に描かれていた例人の肖像を ロシア国旗の形容されたクレムリンに置き換えただけの手軽なデザインだった。進行する急激なインフレにより価値の低下した50ロシアルーブル以下は紙幣は発行されず高価となった。この時に発行された効果は50.2010.51ルーブルの5種類であった。また、この時に10.53.1ソレンルーブル紙幣以外の高額ソレンルーブル紙幣が流通停止となった。 また、旧ソ連時代の効果が流通停止となり、カペイカ単位の貨幣が存在しなくなった。なお、1993年シリーズ紙幣には、紙の色を変更するなどのマイナーチェンジを施した1994年版もある。1994年10月、ルーブルが大暴落した。これは、オリガルヒなどによる勧誘物買収と並んで、 ロシア財政危機の一因となった。1995年には10万ルーブル紙幣が新しく発行されるとともに5万点零点0.5、0.1、000ルーブル紙幣が10万ルーブル紙幣と統一デザインで改札された。これ以降ロシアルーブル紙幣はロシアの各都市を題材とする図柄となった。また、 わずかの期間の交換期間を経た後で1994年版を除く1993年シリーズ以前の旧紙幣の流通を停止した。これは当時問題となっていたマフィアなどによる資金洗浄を封じる目的があったとも言われる。1996年には50万ルーブル紙幣が登場した。これがルーブル史上最も大きな数字の紙幣となった。なお、 50万ルーブル紙幣も1995と記されている。1998年1月には長く続いた急激なインフレや前年のアジア通貨危機器の影響を受けて通貨価値が低下したもののそれらの影響が収束したとして1000分の1の出のみが行われその準備として1997年に500.10050.105ルーブル紙幣が発行された。 デノミによる混乱をできるだけ避けるために、デザインは従来の同価値の紙幣と全く同一となっている。従来は紙幣が発行されていた1000ルーブルは、インフレによる価値低下で、新1ルーブル効果として発行されることになった。50.105.1カペイカ効果も発行され、久々のカペイカ単位の貨幣の復活となった。 効果はあと2号ルーブルと2ルーブルも発行されている。しかし、長らくかつてのような通貨価値を回復したとは言えず、ロシア国内においてもドル決済やユーロ決済の方に信用が行くという皮肉な事態が発生していたが、近年のロシア経済の好調により、通貨としての信用を回復しつつある。2005年2月より、US ドルとユーロを組み合わせた通貨バスケットを導入しており、 2007年2月13日に 0.6US ドルプラス0.40ユーロから 0.55US ドルプラス0.45ユーロに変更した。2005年からはルーブルのロシア国外持ち出し規制が撤廃されている。2001年には1000ルーブル紙幣が発行された。また、2004年には偽造対策を強化した1997年シリーズ2004年版が発行された。 この時から5ルーブルは高価に変更された。2006年には当時の為替レートでは日本円で2万円を超える5000ルーブル紙幣が発行された。以前ならインフレの象徴とされた高額紙幣の新規発行も今や好調なロシア経済の証となっている。なお、これらの紙幣は実際の発行年とは無関係に1997と記されている。 2009年10月より10ルーブル効果が新たに発行された。また、2010年から、高額紙幣の5000.1000、500ルーブル札が、より偽造対策が強化された1997年シリーズ2010年版に、改札された。効果は1ルーブル、2ルーブル、5ルーブル、10ルーブル、2009年10月より、が流通している。 過去に発行されていた1カペーカ、5カペーカ、10カペーカ、50カペイカのカペーカ単位の効果は、すでに市中では流通していない。紙幣は、50ルーブル、100ルーブル、500ルーブル、1000ルーブル、2000ルーブル、5000ルーブルが流通している。5ルーブル紙幣と10ルーブル紙幣も廃止はされていないが、もう市中ではほとんど流通していない。なお、2014年に、 ソチオリンピックを記念した100ルーブルポリマー紙幣が発行されたが、記念紙幣の正確上識中ではほとんど流通していない。ロシア語の名詞は結合する個数詞によってその形が3種類に変化する。通貨単位であるルーブルも例外ではない。関する個数詞が1、つまり1ルーブルの場合はそのまま単数四格でルーブルと表記する。 一方、ほとんどの紙幣や硬貨では、ルブレート、表記されているが、これは結合する、個数詞が5以上の場合、名詞は、複数正確になるというロシア語規則による。また、かつて、ロシア帝国やソ連時代に存在したサンルーブル、紙幣や近年記念コインとして発行されたサンルーブル硬貨では、のように、ルブレアート、表記されている。これは、 二から四の個数詞と結合する名詞は単数正確になるためである。補助単位のカペーカも同様である。ユニコード7.0にて導入された。ロシアは通貨バスケット製を採用している。2014年1月23日、プーチン大統領はルーブルの通貨切り下げについての発言を行った。2014年11月10日、ロシア中銀は 来年にはルーブルを変動相場制にすると発表した。ありがとうございます。